はい、トメタです。今回は、プローバの、新作のコンポジトラジエーター40っていうやつ、コンポジトなんであのオイルクーラー付き内蔵されてるやつです、をちょっとつけてもらったので商品の紹介と、あと純正と、あとは装着後の、まあ、性能の差、どれぐらい、まあ、走ってみてどんな感じかっていうレビューになります。はい、はい、こちらが交換したプローバの DRL 製のやつですね。コンポジットラジエーター40っていうやつかなです。はい、で、そうそう、ここに水温計のセンサーのアタッチメントがついてて、まあ、普通車外のつけるとここ割ったりしてセンサー取るじゃないですか、アタッチメントつけて。これはまあコアにこういう差し口がついてるんで、まあ車外のラジエーターすると結構ついてると思うんですけど、ここに今 OBD2 から水温取ってるんで、ちょっとこっちからもデフィのメーターで取りたいなと、今後やりたいなと思ってます。はい、でなんか確かコアの厚さとかもなんかそんな変わらないって言ってて、はい、でアッパーの方がラジエーターで、ロアのタンクの方がオイルクーラーっていうコンポジットになってるラジエーターです。 HKS のねオイルクーラーとかなんかここからやるじゃないですか。でここにつけちゃうとその吸気のフレッシュエアをここのダクトホースで取り入れてるんで、ちょっとそれができなくなったりだとか、ちょっと余計なとこに物がつくんでちょっと嫌だなと思って、そのちょうどプローバに行ったら新作がやってたんで、でコンポジットの純正の位置で場所も変わらずっていうね、素晴らしい商品だと思います。まあこいつの性能が発揮されるのは本当サーキットじゃないかなと思ってます。はい、じゃあこんな感じですね。はいはい、それで今油温の方が95いかないぐらい、今ちょっとアイドリングしてたんでこのぐらいっていう感じですね。で気温が36度、かなり暑いです。はい、で、あと、まあ、油圧も一応2ぐらい、今ちょっとエアコン動いちゃったんで今上がりましたけど、でこっちが見えない、はい、吸気温度が今71度、まあ、アイドリングしてるからですね。でエンジン水温も92度っていう感じです。これでちょっと走ってみて、どんな感じになるかですね。はい、じゃあちょっとまあほどほどにちょっと走っていきたいと思います。変わらないですね。ちょっと軽くクーリングに、じゃ
また落ちちゃう、上がっちゃうんで、まあ油温の方は100度切ったかな。水温も今89、で吸気温は49度。まあ大きい幹線道路なんか走ってれば風当たるんで、もっと冷えるの早いと思うんですけど、こういう道じゃ厳しいですね。油温はもう97ぐらい、8ぐらいまで落ちてます。エンジン水温も85、結構落ちたな。ぜひ車外のそのオイルクーラー、ラジエーターにしても、結局は風が当たんないと意味がないんで、まあ、うるさいな。街乗りだとかアイドリング時は結局変わらないと思うんですよ。結局プロオバさんのやつってコアの厚さも純正と一緒 でそのフィンの形状が特殊で冷えやすいらしいんですよ。なんでやっぱ結局は風に当てないと意味がないんで、ちょっと風に当てて冷やさないといけないんで。はい、で今ちょっと数分間アイドリングをした状態です。走り終わって油温が96、気温はまあ1度だけちょっと低くなってる、まあ、誤差ですよね、35度。で油圧もまあちょうど2ぐらいんで、吸気温度が67度、ピントが合わない。でエンジン水温が94、まあさっきとあんまり変わらず、そんな上がってない感じです。まあエンジン水温はやっぱアイドリングすると上がってますよね、吸気温度なんかも。はい、でまあこれが一応純正の状態です、 VAB の。はい、っていう感じですね。なんで次、プローバのラジエーター、オイルクーラー付きラジエーターっていうやつですね。をちょっと取り付けるんで、また取り付けたら、まあ同じところで、まあ同条件でちょっと検証したいので、はい。またじゃあちょっと付けてから動画を撮ります。はい、はい、で今プローバを出ました。でプローバのその新作のコンポジットラジエーター40っていうのかな、コンポジットなんでオイルクーラーが内蔵のモデルのラジエーターです。はい、で純正タイプというか、オイルクーラー別体とかでつけないって、場所も取らないってっていうので、それがいいなと思って、値段は結構高いんですけど、高いんですけど、ちょっとまあで DRL 製なんで、まあプローバと DRL 製 RL 製っていうことで、まあ安心という意味で、まあやっぱいいものを買いました。で取り付けは9時半に行って、今1時前ぐらいなんで3、4時間ぐらいかな、かかりましたね。はい、でちょっと今第三京浜乗って組んで、ちょっと高速道路でどれぐらい走行風が当たると冷えるかっていうのと、あと純正の時にいつも走ってるテストコースでちょっとどのぐらいかっていうのを撮ってあるんで、純正状態の時に、でちょっとまあ走り比べですよね、どれぐらい
落ちやすいのか、やっぱ風が当たって初めて冷えるんで、まあアイドリングとかしてたらまあ普通の純正とあんま変わんないんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっと今第三景品を乗っていきます。で純正行き来る時も乗ったんですけど、その時油温が95くらいで、水温がどんぐらいだったかな、80真ん中ぐらいだったかな。吸気温度はまあ関係ないねっていう感じです。ちょっと楽しみですね。もうすでにあんまスピード出してないんだけど、もう90なんですよ、油温が。もうすでにアイドリングとかしてると普通に100近くいくんで、始めてるぐらいなんですよ皆さん。だからもう多分ほとんどまだつけてる人いなくて、多分先行予約の方で何人かつけた方が多分ちらほらいると思うんですけど、多分その次ぐらいに僕つけてるんですよ。でそのこのラジエーターって手作りらしいんですよ。DRL さんの方で、その職人さんが一人しかいなくて、
今交換が終わったので、ちょっと純正との比較でちょっと走っていきたいと思います。で、まず油温が今93度ぐらいで、油圧が 2.5 で、水温が89ですね。ちょっと純正のやつ取ったのが 2,3 週間前なんで、どんぐらいだったかちょっとあんまり覚えてないんですけど、どんぐらいだったっけな、110いくかいかないかぐらいだったと思うんで、油温が、水温が90何歩だったな確か。ちょっとじゃあ走っていきますか。じゃあ走っていきます。なんかね、ちょっと雨っぽいんだよね、ちょっとパラッと降ってる。ちょっと走っ
で停車してます。走り終わって今のところ96度ぐらい、油圧もまあさっきとあんま変わらない 2.5 いかないぐらいで、水温の方も91度、あ、2度になったねっていう感じです。で普段だとアイドリングしてるともっと結構高くなるんですけど、やっぱラジエーター変えたせいか、まあ、気持ち低いかなっていう感じですね。はい、まあ性能が発揮されるのはやっぱりサーキットっていうことですね。はい、じゃあ一応ラジエーターの動画は以上になります。はい、Oh, my God.